今日は41ページを解説しましょう。ここには自己評価が低いということの意味について書いてあります。自己評価っていうのはどうやって作られるんでしょうか。よく言われるのは親がちゃんと褒めてくれなかったからというのがあります。これは本当でしょうか。では逆に言うと自己評価の高い人は親に褒めてもらってたんでしょうか。これは間違いですね。ある意味これは言い訳に過ぎません。本当は自分の自己評価の低さは実は自分が自分を認められないというところから来るんです。どうして自分で自分を認められないんでしょうか。子供の頃に例えば誰かがピアノでとても素晴らしい演奏をしたとしましょう。あなたはそれを見て自分もピアノを習いたいなと思った。ここまではいいですよね。だけど実際にやってみたらなかなか最初からうまくできないし、つまらない弾きたくもない練習曲ばかり弾かされる、そんな感じの時あなたはやっぱりやめようって思うかもしれません。つまり結局のところ忍耐がないんですよね。だから続けられないので、人がやっているのと同じレベルまでできないということです。これを褒めてもらえなかったから続けられなかったというふうに思い込むと、これは間違いですよね。つまり自分がただ単に面倒くさいとか、すぐにできないのが苛立たしいとか、そういうことによって続けることができなかったので、それで能力がつかないイコール自己評価が低いということになります。つまり自己評価というものは自分でどうにでもなるんです。誰かが何かをしてくれなければ良くならないというものではありませんよね。で、その自分でどうでもなると言っても、ただ自分が評価すればいいものではなくて、自分が何をやったかによってちゃんと評価しなければいけません。ですからもし本当に何もやってこなかったのであれば、自己評価は低くて当たり前、これを無理に高くするということはできません。ですからただ単に自分って本当に頑張ってこなかったよね、そう思ってただ反省して、それをこれからは頑張るぞと思えばいいという、ただこれだけですよね。そんなに複雑なものではないんです。本当はセラピーやカウンセリングも何もいりません。ただ自分が今まで何をやってきたのか、それを見て評価すべきものはするけれど、評価できないならば反省して頑張る、これだけですよ。ということで、自己評価の低さというものを何かトラウマのように扱うのはやめましょうね。ではまた次回。